皆様、新年明けましておめでとうございます。休年中は大変お世話になりました。またこちらの動画をご覧いただきありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いいたします。まあ、ということで、今日はね、2019年の元旦ということなので、まあ、まずはね、挨拶からさせていただきました。で、今日はですね、まあ、1月1日ということなんで、まあ、どこに行ってもね、人が多いですし、まあ、基本的には家でゆっくりまったりしようかなと思っているんですけど、まあ、ちょっと親戚周りはね、今からあるんですけれども、まあ、そんな気分の1日です。あ、そうだ、基本的にはね、まったりしたいなと思ってるんですけれども、ただね、朝だけはちょっとね、早起きしました。今日どれぐらいだったかな、もう6時半ぐらいにはね、起きて初日の出を撮ろうとですね、まあ、近所の神社にちょっと登ってみたんですね。まあ、こちらのね、カメラとレンズ、それに今撮影してるですね、GH4 を使って、まあ、いずれもですね、タイムラプスで行こうと思っていました。ただですね、こちらのカメラの方ですね、こちらは古いのでもうレリーズっていうのがですね、まあ、必須なんですけれども、それをね、家に忘れてしまいまして、本当日の出直前ぐらいにね、気づいたので、もう猛ダッシュでですね、帰ってきました。で、また撮って、登るという形だったんで、こう神社の階段をですね、まあ、朝から往復、しかもダッシュでねという形になりました。もうね、元旦早々何やってるんだかという感じなんですけれども、まあ、なんとかですね、直前ぐらいには、間に合ったんでまだ良かったですね。ただもうね、大変それで疲れてしまいましたね。まあ、普段そんな走ることないんでね、はい。で、天気の方はね、まあ、ほんの一瞬だけ太陽がね、雲の間から、まあ、顔を覗かせたんですけれども、もう時間にしてですね、5分にも満たないぐらいでしたかね。まあ、一応初日の出は、見れたということです。もう太陽全体はちょっと見れなかったんですけどね。で、今はね、もう曇っていまして、先ほどまでですね、ちょっと雨も降っていたようです。まあ、西日本はどうなのかな、中国地方はね、どうも天気が悪かったようですね。さて、今日はね、そんな感じで、一日をね、過ごそうと思っているんですけれども、まあね、雑談をこんな感じでね、適当に、まあ、10分ぐらいね、やっていこうと思っています。まあ、こちらの動画の方ではね。で、まあ、せっかくなんで、今年あるイベントとか、あるいはですね、まあ、自分がやりたいこと、まあ、目標というよりはですね、まあ、こんな感じのことができたらいいかなと、まあ、そういうことをね、話していこうと思っています。さて、まずはですね、1月の天文イベントから話していこうと思います。最初はですね、1月4日に、まあ、別名ね、ごく一部では明けましておめでとう流星群と言われているんですけれども、四分儀座流星群がやってきます。まあ、今回はね、月明かりはないんですよね。新月に近いので、ほとんどないんですけれども、ただ残念ながら日本からだと極大時刻がですね、午前11時ということで、もうですね、空が真っ青なんですね。まあ、だからおそらくですね、白明直前ぐらい、まあ、白明直前直後ぐらいにですね、まあ、いくつか見れるかなと。で、方角はですね、北東の方を見ておけば、まあ、おそらく、まあ、4個から5個ぐらいはね、見れるんじゃないかなと言われています。まあ、僕もね、天気が良ければ、カメラをね、またこれをね、セットしてみようかなと思っています。そして、もっと大きいのがですね、1月6日の部分日食ですね。これね、長期予報の天気を見るとちょっとあんまり芳しくはないんですけれども、ただまあね、今回は食分がどれぐらいになるのかな、0.3 から 0.5、 まあちょっとね、まあお住まいの地域、まあ日本の場合ですね、ほぼ緯度なんですけれども、まあそれによるとは思うんですけど、結構今回はね、欠けるみたいです。で、時間はですね、ほぼ、8時過ぎぐらいだったかな、午前8時過ぎぐらいから始まって、9時過ぎぐらいにね、ピーク、そして、昼前、11時半ぐらいにはね、ここら辺だと終わるのかな、そんなスケジュールになっています。まあ、もしですね、撮りたい場合は、
日の出直後ぐらいからね、準備した方がいいかなという感じですね。まあ夜の間にですね、赤道儀をセットしておいて、まあ、それでね、僕もね、かけていく様子を、まあ、晴れればね、撮影してこようかなと思っています。問題はね、本当天気なだけなんですけどね、まあ、いろいろ機材を揃えたので、ぜひともね、そこら辺なんとかなってほしいところではあります。まあ、どちらかはですね、なんとかものにできたらいいかなと僕もね、思っています。さて、それではですね、次に、今年出てくるカメラですね、これについてね、また話していこうと思います。まあ、ただね、去年話した通りで、あれからね、新しい情報とかもいろいろ追加されてるんですけど、基本的にはですね、オリンパスの EM1X、 そしてソニーのフラッグシップあるいはハイエンド APS-C、 そして α7S3 ですね、それに、パナソニックのですね、フルサイズミラーレス、ここら辺がね、目玉になってくるんじゃないかなと思います。あとはね、ニコンの、58mmF0.95 っていうですね、まあ、モンスターレンズがあるんですけれども、これもね、もう本当近々なんじゃないかなと言われています。もう発売する、まあ、発表されるっていうことはほぼほぼ決まってるんですけれども、まあ、問題はね、あとその詳細な性能とか価格ですね。どうやらね、60万円ぐらいになるということで、まあ、高いものばっかりで、出てきそうなところがちょっと気がかりなんですけれども、まあ、そこら辺どうなることなのか、まあ、CP プラスもですね、2月の終わりから3月頭ぐらい、それぐらいにかけてありますので、まあ、今年もね、新製品の方は、まあ、追っかけていこうかなと思っています。さて、そしてですね、今年やりたいことなんですけれども、これを目標にしますって言っちゃうとね、確か去年もね、こんなことやりたいなって言いつつ、一つぐらいしか確かできなかったのかな。まあ、そんな感じになると思うんで、もうゆるーくいきたいと思うんですけど、まあ、まずはね、去年よりは、もうちょっとね、静野写真とかも撮っていきたいなと思っています。まあ、去年はだいたいね、静か、まあ、写真と言えるものが、3つぐらいだったんで、まあ、今年はね、その倍ぐらいはね、撮っていきたいと思ってますね。他はね、パソコンはちょっとね、早急に買いたいんですけれども、ただ引っ越しがね、ちょっとありますので、それ以降にしようと思ってます。まあ、ノート PC だったらね、もうすぐ買ってもいいんですけど、基本的には、昨年から言ってますけれども、デスクトップの方針でやっていますので、まあ引っ越した後にしようと思ってます。これはね、ぜひとも今年買いたいもの、まあ、自作 PC をね、作りたいなと思ってます。まあ、自作じゃなくてもね、何かいいものが、もし見つかればね、それでもいいかなと思ってるんですけれども、まあ、とにかくね、もうさすがに特にタイムラプスとかでね、処理がしんどくなってきたし、まあ、静野写真もね、やっぱり3600万画素あるとね、パソコンの方をなんとかしないと、こう結構ストレス溜まるんですよ。処理しててね、処理落ちしたりしますんで、まあ、なんとかしたいと思っているところです。で、そしてですね、まあ、できれば何かね、新製品を一つほどね、買えればいいかなと思っています。まあ、去年もね、一応 GoPro Hero 7 ブラックというものを買いましたんで、まあ、今年もね、何か出てきたものから、これはぜひ使いたいというものがあれば、まあ、あるにはあるかもしれませんけれども、あとはね、お財布との相談ですね。まあ、特にね、僕が個人的に気になっているのは、ソニーの APS-C フラッグシップ。まあ、これがね、どれぐらいの値段で出てくるのかなといったところで、まあ、楽しみな反面、ちょっと怖いところもありますけどね。まあ、なんとか買える範囲内で出てくれればいいかなと思ってるんですけど、またね、今噂はなくても、今後ね、もしかすると出てきたものの中に、あ、これはいいなって思うものがあるかもしれませんので、まあ、いろんな新製品の話もしていますんでね、実際その中から一つ手に取って、まあ、レビューみたいなこともね、してみたいと思います。まあ、もちろんね、カメラだけではなくて、天文関係のパーツかもしれませんし、まあ、そこら辺はね、ことの成り行き次第かなといったところです。まあ、ということでですね、今日はこんな感じで、今一日を過ごしていますね。まあ、その中で、いろいろとね、雑談をしてみました。まあ、今年もですね、こんな感じでやっていきたいと思いますので、何卒ね、動画をご視聴いただけると幸いかなと思います。それではですね、今日はこれぐらいで、終わります。良いお正月を、過ごされてください。それでは失礼します。さよなら。